とりあえず報告、魚は釣れてません。ただね、何回か映ってるかもしれないけど、この流針の脇のこの巻き返しでね、魚が跳ねんだよね。レッドに見えんだけど、ちょっとね、しばらく回すからね、なんかね、食ってるように見えんのよ。こういうゴミ溜まりのところではやらないかな。なんか食ってるような感じがすんだよね。本当に芯のすぐ脇とかでも跳ねたりすんだよね。まあ、こういう時っていうのはなかなか跳ねないんだけどさ。とりあえず大蛇らしではかすりもしない。レッドに見えんだよね、多分だけど。おそらく口に入れてるもんはフライサイズだとは思うんだよね。こういう時にはなかなか跳ねませんな。いや、ほんと跳ねる時は 2,3 匹一気に跳ねたり、何かを追っかけてるように見えるような見えないようなっていう感じなんだよね。とりあえずステイはできるスペースはあるんで、ちっちゃいフライをここで飛ばすことはできます。まあバックスペースはまあこんなもん、結構普通でしょ。立ち込みもまあ1メーターぐらいはできるか。ステイでやってもいいんだけど、何投げっかだよね。サイズ的には大きくて60センチ、だから本当に紅鮭って感じなんだよね。ん？今跳ねたの映ったか？気のせいか？とりあえず俺はあんまりフライフィッシングをやらないんで、こういう状況がちょっとわかんないんだよね。ああ、でも落ち着いてきたね、羽も。雨が強い時の方がやっぱ跳ねてたかな。ああ、でもやっぱちっちゃいの食ってんだろうな。まあ、フライフィッシングをやるかどうかは、なんとも言えませんね。まあ、今はとりあえずそんな感じです。